いやー、こっちこっち。なんですか？なんか最近メンタルが一段と強くなった気がするね。まあ大概のことには動じなくなったかもな。くよくよしてても仕方ねえし、上向いて歩いていこうぜ。前向きっつうが、ずぶといっつうが、でも俺も見習うべきかもな。釣り線間違えられた時でもビシッと言えるようにな。それはメンタル関係なくちゃんと言おうよ。よう、またコミジュルの部下から電話がかかってきてたのかい？ええ、困ったものです。気持ちよく後を任せたつもりだったのですが、大したトラブルがあるでもないのに私の判断を求めてくるのは嫌がらせかと思いますね。そうやって頼られているうちが花じゃねえか。まだまだ必要とされてるってことだろう。おめえがいなくても全然平気でしたって言われるよりマジでいいって。なるほど、確かにそれは一理ありますね。ちなみに後を託した部下ってのはどんなやつよ？俺の知ってるメンバーかい？いえ、向こうは春日さんのことを知っていますがね、あなたはきっとご存じない。その子はヨナと言いまして、年はまだ30も行ってなかったはずです。ヨナっていうと女の子だよな。聞かれる前に言いますが、なかなかの美人です。孫妃の方でも立ち居振る舞いなど仕込んでますね。へえ、じゃあ孫妃の妹分みたいなもんか。そこまで言えれば大変結構なんですが、ヨナではまだまだ孫妃の足元にも及びません。若い奴ら舐めてるとすぐ追い抜かれるぞ。足元救われねえようにするんだね。むしろそうなってくれたなら、偉人町は向こう10年安泰でしょう。私としては望むところですね。この画面に映っているのがヨナです。お、なるほど、これは確かに別品さんだ。あ、しかしなんだな、上司と部下にしちゃ妙っていうか、この子めちゃめちゃおめえのファンだろ。まあ慕ってくれてはいますね。ただしそこが問題の発端でもあるんです。おそらくヨナは私の前でミスをしたくないでしょう。それで何でもかんでも判断を仰いでくるわけです。何回もおめえに電話がかかってくるのはそのせいか。今まで彼女は私の判断のもとで何も考えず、威勢よく指示に従ってさえいればよかった。ところが私や孫妃がほんの少し留守にした途端、さまざまな局面で細やかな判断を迫られる。コミジュルやハンピン・リューマンの組織運営は現状を維持するだけのことでもずっと気が抜けません。ヨナは偉人町で組織や睨みを聞かせるためにどれほど手間暇が必要なのか身に染みたそうです。そいつはちょいとかわいそうな気もしてくるね。彼女にとっちゃ急に重荷を背負されたってことだろう。本当にそうでしょうか。ん？この世の中いつ何が起きるか分かりません。頼れるものを突然失うことだってあるでしょう。そんな時に備え覚悟を決める機会を私は彼女に与えることができたと考えていますよ。いずれ否応なく組織やこの社会を背負って立つのが次世代の若者たちです。今回のことを機会にしたたかになってくれることを私は期待しているんですよ。
なるほど。おめえのその思いがヨナに伝わってるといいな。親の心こしらずなんてことになってたらがっくりきちまう。おっしゃる通りです。何度も電話がかかってくるのがその心配に拍車をかけますよ。ヨナはいい上司を持ったな。俺の若い頃は怒鳴るか殴るかしかなかった沢城の頭だったぜ。断然半純義の方がいいって。何より頭は、俺とこんな風に写真撮ってくれやしね。あなたは沢城にそんなことを望んでいたのですか？ですが確かに見てみたかったですね。あ、いや、想像してみたけどやっぱいいや。そんな写真撮ったって誰も幸せになれやしね。言ってるそばからまたヨナの電話です。失礼しますよ。部下を独り立ちさせてって割にゃ世話焼きまくってるよなあいつ。仕方ね、続きは一人で飲むとするか。よ、半純義。どうも春日さん。ん？あ、失礼、お待ちを。おい、なんだよ、またヨナちゃんからか。本当にしょっちゅうかかってくるんだな。は？なんですって。お、今？いや、しかしまさかそんな勝手を。本当にあなたはもうハワイに来てるのですか？もしかしてヨナちゃんがハワイに？私はその仲間たちとバーにいます。前にも話したリボルバーという店で。それよりヨナ、あなたの方こそ今どこに？仕方ないですね、すぐ迎えに行きます。お困りのようだな。お聞きの通りです。ヨナが偉人町の任務を放り出してハワイに来てしまいました。いくら仕事が手に余るからといって現場の責任を放棄してくるとは。けど迎えに行くんだろ。きっと心細くしてるはずだ。すぐ行こうぜ、俺も付き合うからよ。確かにヨナは美人です。だからあなたも張り切っているんでしょうが、そんな玉じゃないんです。そんな話は後だ、半純義。これ以上ヨナちゃんを一人で待たせんなって。やれやれ。ここで待ち合わせだったろ。ヨナちゃんはどこだよ。おかしいですね、どこかで迷ってしまっているのか。嫌です、話してください。私にはもう心に決めた人が。なんだ？お願いだからもう構わないでください。私そんな軽い女じゃありません。 Come on baby girl, don't be like that. Just one drink, how about it?ここ、ここ。あ、おい、半純義、ヨナちゃんが男どもに囲まれてんぞ。あれ、なんだよ、どうしたんだ。いいえ、あれはピンチなんかじゃありません。彼女はそんな玉じゃないんですよ、わざとらしい。は？いや、でもよ。助けてください、ハン様、私怖い。おう、待ってろヨナちゃん、すぐ助けてやる。エオ、その子は俺らの連れなんだ。悪いが話してやってくれるか。ハ
や、ヨナちゃん大丈夫だ、俺が助けてやっから。 And who's this? You heard Prince Charming? おい、おめえら俺のこと無視かよ。申し訳ない、その子は私の部下でしてね。話していただけるとありがたい。 Hey now, we just want an hour of time. You fellas can come on by and pick her up later. But she probably won't be able to walk straight by then if you catch my drift. 絶対下水こと言ってるよな、こいつ。ええ、残念ながら交渉してどうにかなるタイプではないようです。私なんかのために戦ってくれるなんて。You guys just gonna keep standing in the way? All right, fine then. Let's see you block this. How the hell? この野郎、あんだけ人を無視しといて、殴る時だけ真っ先に俺の方か。ずいぶんコケにしてくれるじゃねえか。いくらなんでもそいつは頭に来るってもんだぜ。 You son of a bitch! You're fucking dead, you hear me? Ready for this? 片付けましょうか。私の番。やっちまった。はっ、ガンガン行くぜ。ヨナ、そこに直りなさい。は、はい。おい、どうしたんだよ、ハンジュンギ。彼女は、こんな男たちに捕まるようなノロマじゃありません。私たちが助けに入らずとも、軽くあしらえたはずです。それができるように育てました。違いますか、ヨナ。違いません、ハン様。でも、ヨナはハン様に助けてもらえて最高でした。はあ、おそらくヨナは我々が到着するタイミングを見越してわざとナンパされるように仕向けたんでしょう。かわいそうに彼らはその茶番に付き合わされた哀れな被害者です。それってもしかしておめえに助けてもらいたくてってことなのか。どうなんですヨナ。さすがハン様、ヨナのことは何でもお見通し。やっぱりヨナはハン様がいないとダメなんです。おい、なんだよこいつ。おめえ本当にこの子に組織を託してきたのか。ええ、どうも私としたことが人選を間違えたかもしれませんね。だって、だってひどいんですよ、春日さん。聞いてください。私だってお仕事頑張りたかったのに。おお、
落ち着けってヨナちゃん。誰がどうひどかったんだい？ハン様ですよ。急にハワイへ行くからあとはよろしくって一方的にメールしてきて。そんなこと急に言われたってできるわけないです。それに何より黙って私を置いていくなんて。私はいつもハン様をこんなにお慕いしてるのに、アスバにいるためなら手段など選びません。だからといってあなたは無断で持ち場を放り出していいとお思いですか？ソンヒもいないというのに。今組織の運営は誰が見守っているんです？そんなのギフンのやつに任せましたよ。あの甘ったれにはいい成長の機会かと思いまして。ギフンですか？なんだよ、問題なのか、そのギフンってのは。いえ、彼はヨナの大ファンで、彼女の言うことなら何でも聞くという若者です。まあ仕事はできないわけじゃないので確かに適任かもしれませんが。すると一応ギフンに引き継ぎはしたということですね？もちろんです。ハワイに行くことにしたからあとはよろしくって一方的にメールしてやりました。私はハン様と同じことをしただけですよ。くっ、いつからそんな小賢しい真似を。ああ、さすがこの上司にしてこの部下だな。いえ、私とは立場が違いますよ、ヨナ。あなたにそんな勝手が許されるわけないでしょう。どうしてですか？は？どうしてとは？今問題になっているのは私が上司であるハン様に無断でハワイに来たことですよね。でもハン様だってソンヒに無断でハワイに来たはずです。え？いや、ちょっと待て。ハンジュンギは確かソンヒの命令でハワイに。おめえ、ソンヒに何も言わずにこっち来てたのか？いや、それとこれとは話が別。同じことですよ。そうでしょう、春日さん。おい、ハンジュンギ、おめえマジか。そりゃさすがにやべえだろ。いや、やばくなんてありませんもん。すごい動揺してるじゃないの。そもそも組織の運営は私に一任されてるんですから、私の一存でヨナに託したって問題ないはず。大体ソンヒもチョウも私に断りなく勝手にキリュウさんと行動しだしたんです。私だけが組織の面倒を見るなんて地味な仕事、いくらなんでも不公平ですよ。私も同意見です。だから私だってハワイに来たくなって当然ですよね。あなたには10年早い。身の程をわきまえなさい。そんな、ハン様だけずるいです。私だけ地味な仕事ばっかりなんて。ヨナちゃん、電話鳴ってるみたいだぜ。もう、どうせギフンですよ。私が異人町を出てからしつこく電話してきてるんで。もしもしギフン、何？は？あんた何言ってんの？やれやれ、今度は何事です？なんであんたまでハワイに来てるの？勝手に持ち場を離れていいと思ってるわけ？ギフンってやつまでこっちに来ちまったのか？なんというどうしちまったんだよ、コミジュルは。まったくむちゃくちゃじゃねえか。ハン様どうしましょう。ギフンのやつ迎えに来てほしいとか言ってます。まったく、あなたたちという人はなんでこうもみんな自分勝手なのか。いやいや、おめえよくそれを人事みたいに言えるね。それでごたごたは全部片付いたのかよ、ハン・ジュンギ。ええ、ヨナとギフンは日本に返しました。その上で改めてソンヒとも話しまして、
おお、あいつ何だって？私から言わずとも彼女は全てを承知していましたよ。さすがはコミジュルの女王です。くだらないことに気を回す暇があったらハワイでやるべきことをやれとのお言葉でした。部下たちの手前、私がハワイへ立ったのも孫妃の命令だったということにしてくれまして。なるほど、こなれてるもんだなあいつは。組織のボスとして頭が柔らけっつうかよ。私も久々に孫妃に叱られてみたかったんですがね。残念でしたよ。さっきまでそんな余裕はなかったように見えたがな。しかしよ、孫妃にも無断で俺らの応援に来てくれてたとはな。思い切ったことしやがって。あなたがハワイへ行ったという話を聞きつけてから、私は孫妃に言われるまでもなく情報を集めました。やがて敵としてのパレカナという存在を知り、いずれあなた方はネレ島への上陸で行き詰まる。私がそう推測するに足る情報を集めた時、気づいたらハワイへ向かう便に飛び乗っていたんです。その間ずっと気持ちが高揚するのを感じていました。またあなた方と共に戦うことができる、カスが一番の仲間になることができるとね。半純義。しかし先ほどのようなみっともない内輪もめをお目にかけることになるとは、まったくお恥ずかしい話です。お騒がせしました。おめえはいつもかっこよすぎるからな。けどたまにはいいもんだろ。どんなに弱みをさらけ出したって、そこも含めて助け合うのが仲間ってもんだ。付き合いが長くなりゃ当然そういうところも次々に見えてくるわな。今日はあなたの説教がやけに染みてきますね。じゃあこの辺で勘弁しといてやる。たちに偉そうな説教かますのは俺としても本意じゃねえし。やっぱり酒は楽しく飲まねえとな。なるほど。じゃあダチと呼んでくれるあなたの言葉に甘えさせていただきましょう。お気遣いどうも一番。お、乾杯。なん、でもできそう。オジモメン、ラジレ。気分転換ですね。何を着ましょうか。センスの見せ所で男前をあげてやるぜ。今の気分は